2009年撮影のノールハウス・ノールハウスを書いている。サックビル家の長子相続権のサリカ法に従う、監修により、ビタの父ライオネル、1867から1930の死に際して、ノールハウスは、弟チャールズ、1870から1962、二乗とされ、ビタは、夫のハロルド・ニコルソンと共に同じくケントにある、シシング・ハースト・カースルに移り住んでいる。 17世紀のエリザベス町家具のコレクションを含む多くの広間は一般公開されている。家具の中には3階建てベッド、銀製調度品、結出したタペストリーやテキスタイル、そして有名なノールセティのオリジナルがある。美術品のコレクションにはアンソニー・バンダイク、トマス・ゲインズ・バラ、ピーター・レリー、コド・フリー・ネラー、ジョシュア・レーノルズらによる肖像画や、 ラファエロのカルトンのコピーがある。また、非常に繊細なイタリア風階段室やグレートチャンバーの鮮やかに曲線を描く暖炉の棚飾りといったイギリスルネサンスの遺品も残っている。17世紀初めに職人技術の進歩により吹き抜けとなった木造階段室ができるようになると1605年から1608年にかけて建設された。 主階段の手すりこの長部装飾にはサックビル家の紋章の盾を前足に持ったサックビルレオパードがあしらわれた。ノールのプライベートチャペルにはイギリスで最も古い演奏可能なオルガンがある。現在は英国の文化財と自然保護を目的とする財団ナショナルトラストが管理、運営している。ノールハウスの立つノールパークは自然保護協会特別指定地区になっており、 1> 年1回クロスカントリーレースのノールランを開催している。また1967年1月のビートルズによるペニーレインとストロベリーフィールズフォーエバーのリリースに伴うビデオの撮影に用いられた。ありがとうございます。